さて、ダイヤ改正解説2022、今回紹介するのは、東急電鉄。ということで、今回は改正対象の田園都市線、目黒線、東横線、大井町線を紹介していきます。まずは田園都市線から、中央林間5時4分発の各駅停車が準急に格上げ、この準急は長津田で各駅停車に連絡します。また、平日長津田5時45分発の準急を中央林間始発に変更、早朝の渋谷方面への利便性と速達性が向上されます。夜間では、平日の21時、23時の各停がそれぞれ1本減便されます。そして、日中の上り急行は中央林間渋谷間で所要時間が1分短縮されます。次、大井町線。大井町線で運行されている有料座席指定サービス、9シートの本数を1日あたり8本から9本へ1本増発されるとともに、運行開始時刻が17時に繰り上げられます。現在、181号として運行している大井町18時12分発の列車は18時15分発に時刻を変更し、急行溝の口域として運転。また、現在9シートを休止している大井町22時25分、23時10分発の列車は、ダイヤ改正後も引き続き休止となります。急行では、平日の17時から21時の運転間隔を、現在の統一性皆無のものから15分間隔と分かりやすい間隔に変更、と休日の17時台、18時台において急行が田園都市線直通、中央林間行きにそれぞれ1本延長されます。また、平日の18時台に確定1本、22時台に急行が1本減便、大井町23時10分発の急行は23時発に変更し、中央林間まで運転区間を延長します。続いて東横線。日中時間帯、上り特急の横浜渋谷間の所要時間が28分から27分へ、1分短縮されます。そして、日中時間帯の1時間における渋谷菊名間の運転本数が見直され、改正後は各駅停車の本数が1時間あたり2本減少。今回削られるのは菊名発着の確定だと思っていた自分がいた。なんと、東京メトロのプレスリリースには副都心線の減便については一切述べられていない。ということは、今回削られるのは菊名発着ではなく渋谷発着の列車ということになる。そして、現在菊名発着の列車は元町中華街発着へ運行区間が延長されると思われます。最後に、今回のメイン、目黒線。目黒線では、奥沢駅での待避線設置工事完了に合わせ、早速、この改正から急行との対比を開始。朝ラッシュ時間帯の上り急行1本が奥沢駅で各駅停車を追い抜きます。また、この急行は日吉から目黒までの所要時間が3分短縮されます。そして、日中時間帯、上り急行の武蔵小杉目黒間で所要時間が14分から13分へ、1分短縮します。そして、これは改正後の話ですが、4月から目黒線で8両編成の電車が順次運行を開始。それに合わせ、追加分のホームドアも稼働開始するなど、直通線開通に向け本格的に動き出した東急電鉄。今後も注目です。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。